日常でこうあだりなみたいなのに、うん、あんまり埋没していたくないというか、はい、うんうん、はい、じゃあそれはそういう精神の純さんにとっては女装も結構やっぱりいいスパイスになっているっていう、そうですね、うん、ところありますよね。これも常にやっぱりやっていたいわけでは多分なくて、うんうん、はい、常にこの私はこういうタレントですみたいなのではありたくないし、うん、はい、かといってお姉なのとかって言われる時も、うん、なんかそのやっぱ決めようとしますよね、はい、その特に、あ、そうですね、芸能界とかって、うん、じゃあ何なのとか決めないとその司会の人も扱いにくいっていうのもあるし、そうそうですよね、うん、それもだからある意味裏切ってでやったぞみたいな。やったというか自分自身もそんなに定着してないとこもあるので、はい、うん、自分が何者かもよくわからないしっていうのもあるから、うん、だからそういう決めようとする人っていうかその社会も嫌だなとはちょっと思って、うん、あ、でも同じくでしょ、同じく、うん、でもやっぱりその女装しているからお姉なんでしょうとか、うん、そういうのやっぱそういう全ての固定観念にこう意表を ついていきたいというか、ちょっとずつ裏切っていきたいみたいなところがやっぱあるんですよね。そうですね、うん、芸人、お笑い芸人の方、うん、あ、僕もそうなんですけど、はい、なんかその衣装とかもその全部この衣装で、はい、ありますよね、うん、そうですね、僕は結構不思議がられるというか、うん、衣装もいつも違うし、あ、はい、うん、なんかそのこうしないとキャラがこうじゃないと、うん、キャラがブレてるとか、うん、なんかそのそれもすごいやれてそうじゃないとブレないよみたいな、はい、うん、別にブレなくていいじゃんとかもし、まあ、それが嫌で、はい、ちょっと似てるのかもしれないですね。 うん、そんな人にそんなすぐこいつはこうだって読まれたくないし、はい、ですよね、うん、でも ひねくれてるっていうことなんですかね、どうなんだろう、まあ、根本多分ひねくれてると思いますでも私もそうです、本当にひねくれ、うん、ちっちゃい頃からひねくれてるところはあるなと、うんうん、だから、うん、まあ、ある種合うのかもしれない、うん、あ、そうです、ひねくれ同士そうですね、まあ、だからこそこうね、6年その紹介してもらってから仲良くさせてもらって、まあそうですよ ね、はい、全然あの、うん、割と飲んだりしても、はい、割と僕も変わらないですよね、うん、あ、そうですよね、テンションが、はい、うん、変わってましたけどあのお酒を飲みすぎると、あ、飲みすぎるとちょっとあれでしたっけ、はい、うん、そうだ、あれでしたそのやっぱテレビはやっぱ何か決めつけたりとか、まあなんかこういう格好してるんだったらお姉だろみたいな、なんか理由がを見つけたかったりとか ねどうしてもしてしまいますからね。テレビで結構バラエティとか出させてもらっていた時に、うん、あの、まあ、外のロケで、うん、あの、まあ、なんか車の、はい、このなんだろう、ホイールを貼ったりみたいな、うん、そう、まあ、すごく真面目にやってくださいというのがあったんですけど、はい、も僕ももちろん、まあ、うん、本当にこれは自腹で失敗したら自腹でみたいな、あ、ものすごい真剣にやって、うん、でもその中でその笑わせてくださいっていうのもあって、お、なんかすごい難しくて、難しいですね。そこをなんかその、うん、担当の人がまあ、でもすいません、あんまりちょっと毒みたいな人ですけどなんかその大学、うん、いい大学出てみたいな、はい、出たてのような人で、うん、なんかこの人どう使っていいかわかんねんだよね俺とか、なんかこういう口調だったんですよ。へえ、それはジュンさんに聞こえるように言っていたのか。あ、そうですね、この人俺わかんねんなとか。へえ、そうなんですね。そういうちょっとインテリっぽい、なんかそのエリートっぽい、はい、うん、わかんねんみたいな、そういう人でその時に一番感じて、はい、うん、こんな面白くもない人に、うん、分かんなくて上等だよ喧嘩腰心の中ではそう思ってたんですね。思って、はい、あ、こんな世界なら、うん、そのキャラを決めなければいけないし、うん、と思って、はい、だって真面目にやりたいから、うん、すごい真面目にやること楽しかったし、はい、その中で
そのキャラ付けしてくださいみたいな、はい、そういうのもすごい嫌だったし、うん、だから面白い人に言われるならいいけど、うん、っていう連続でテレビは面白いと思う人にアドバイスされるのは、うん、それはそれはありがたいことだけど、うんうん、この人に言われるんだったらっていう、まあ、共演させていただいてそのすごく、うん、まあ、例えば大竹まことさんも、はい、うん、尊敬できる方に言われたらすごいありがたいことですけど、はい、うん、どこの知らない人なんだろう。まあそうですね。これカットしてもらってますか、ね、そういう連続でもあってというか、はい、そしてですね、あのそんな純さんファンの方々から私純さんに質問を、はいはい、預かっております。ツイッターで募集したらあの質問くださった方々がいるので代理に聞きたいと思います。いいですか。はい、はい、じゅんさんは生まれながらに女の子の心を持つ方だと思うのですが、男同士のいざこざより女同士のいざこざの方が共感できるのではないでしょうか。また女性って怖いなぁと最近じゅんさんが思われたことなどありましたらお聞きしたいです。匿名希望の方です。これはそうですね、うん、女女性のいざこざは、はい、うん、いわゆるその、うん、はるかさんのやっぱそういう、はい、女性って割とこう、はい、グループをあーそうですよね、ことを組んで、うん、っていう感じですよね、うん、そういうのって分かりますか。すいません、こういいいい、ですね、私はあんまり分かんないんですよね、うん、あの女同士のそういう気はしますね。そうですね、女同士のいざこざとか大変でしょみたいな、うん、まあ風潮じゃないですか、うん、でも私は分からないです。別にあんまりそういう女の人が周りにいないので、うん、はい、全よく分からないんですね、そういうのは。そうですよね、うん、あ、これが答えまあでもジュンさんの周りにもそういう女の人あんまりいなさそうな気も。そうですね、うん、僕のあのまあその友達、お友達は少ないんですけれども、はい、その割と親しくしてもらってる数少ない方は、はい、うん、そういうのとは割と真逆な人が多いので、はい、割と僕はそういうあんまり女、うん、いわゆる女性の争いとかはちょっとわからないかもしれない、はい、あ、こういうとまたちょっと、はい、うん、今日やばいかもしれないすみません。いいえ、いいえ。ではですね、次の質問でございます。女装に関して身近な方は何とおっしゃっていますか。身近な方、うん、あ、まあ、ご家族とか、うん、あ、これは何とも思ってないもうそもそもやっぱりこういう人間なので、はい、うんうん、うち何にも言われない、はい、そうです、またやってんのぐらいの感じで、はい、うん、ご両親とかもあのライブとか見に来られるじゃないですか。何も言ってないです。意外とそうですね、父とかも、うん、多分女の子が欲しかったというのもある、はい、と思うんですけど、うん、喜んで写真とか撮ったりしてるので、それはお父様が女装癖あるとかではないですよね。それ実はとかはない、あるのかもしれないあるのかもしれない、はい、ではですね、次の質問です。今年も博品館開催、チケット完売おめでとうございます。ズバリ博品館当日のイメージはできていますか。また練習は進んでいますか。そして、11月4日とっても楽しみにしています。2022年のデビュー20周年にはもっともっと大きな舞台に立てますように、これからも応援していますというメッセージでございます、うん、ありがとうございます、はい、11月4日にあのジュンさんのリサイタルですね。そうですね、はい、はい、それがね、まあ、去年に続いて、はい、まあ、2回目みたいな感じで、はい、まあ、毎年ちょっと1回は大きいのをちょっとやっていかなきゃなという感じで、はい、うん、また決めてしまったん、はい、決めてしまったネガティブな感じの言い回しが多いんですけど、はい、まあ、現状そういう感じなので、はい、あまりまだ進んでいない進んでいない感じなんですけど、はい、まあ、去年も結局はやってよかったなというのがあったので、はい、はるかさんにもまた手伝っていただきますけれども、はい、そうですね、はい、11月4日、はい、私もお手伝いに行きます。やっぱこういうのは、はい、まあ、
結構皆さんその、うん、歌手の方、はい、すごい大物の、うん、大御所の方でもやっぱり、はい、や決めてやるまでは、うん、ナイブ、まあ、結構、うん、あーっていうのはあると思うんですけど、はい、前志村けんさんの本を読んでいたら、うん、もう毎回もう、うん、あーもうって、そうなんですね、の舞台とかの時も、うん、あーもうやりたくねーなって思うんだけど、そうなんですね、やったらもうやって、うん、舞台に立ったらもうあのように素晴らしいシーンやって、うん、すごいですね、ってなるとそれを読んだ時に、うん、あんな方でもそういうふうに決めてからやるまでは大変なんだと、うん、自分の中で、はい、あとやっぱこれやっぱ自分を修行するためにもやっぱやっていかなければいけないなという感じで、はい、でもこんなの生優しいもんですよね、すごい方ってそのロングランで、はい、うん、なんか20日とかやるわけですよね。そうですね、明治作公演とか、ね、信じらんない。信じらんない。身が持たない。そうですね。飲んでる場合じゃない、ね。飲んでる場合じゃない。じゃあですね、11月4日に博品館でそのリサイタルを決定したのは、この日にしたのは何か理由があるんでしょうかという。なんか去年のそのリサイタル、博品館でのリサイタルが10月8日だったので、今年も10月8日だと勝手に思ってましたという、何か日にちは特に、うん、あの博品館さんが空いていた、うん、シンプル実は結構もうやっぱりああいう有名なところなので、まあそうですね、有名なところ、ほぼほぼ埋まっているし、うん、あの芝居がメインだと思うので、うん、はい、やっぱり何日間も撮ってる方が多くて、その隙間を狙ってというか、やっぱりこの日が空いていたというのもありまして、ね、ちょうどいい、はい、まあ、そんなに寒くもないし皆様来やすいかもしれないなという、うん、暑くもないしという、すごい、はい、というシンプルな答えでしたね、うん、ではですね、最後に、まあ、告知というかなをしていきたいんですけれども、まあ、その11月4日の銀座博品館でのリサイタルが、まあ、一番の本文の、ね、そうですね、この時期では、うん、はい、と、まあ、あの本を、はい、あの、ま、出しまして、うん、まあ、GS 聖地巡礼という、はいはい、これが、まあ、あまり流通していないというの、あ、そうなんですか、多分、はい、あのよっぽど大手の書店さんじゃないと、うん、多分手に入りにくいものなので、そうなんですね、あの僕はちょっとパソコンとかやらないであれなんですけども、はい、多分なんだっけ、よくあるなんかこのネットのショッピングのなんか、うん、あ、はい、うん、なんでしたっけ、アメ、うん、じゃなくてアマゾン、アマゾンすごい、こんなにアマゾン出てこない人初めて見ました。アマゾンとかでは、はい、買えるということで、はい、はい、もう本当にって言うんですよ、その山中さんという放送作家の方と、はい、その方もなんか自分の自前のその出版社みたいのをやっていて、うん、はい、なん2人で自転車創業的な、うん、もう旅も自腹で行ってみたいな感じだったので、はい、うん、あ、そうなんですね、まあ、その分ちょっと内容があまりその自由にやらせていただいてという、はい、うん、そういう本になって、自分的には内容はあのかなりはい、面白くできたんじゃないかなというのがありまして、はい、やっぱそこもちょっと自分の、うん、やっぱり自由に、うん、そうですね、やっぱり自由にこう、うん、キャラ付けテレビ的な、はい、そういうのじゃなく、うん、こうやってすごいテレビ映画をしてる人みたいにやばいな大丈夫です、大丈夫なんですけど、うん、だからこう僕はやっぱこのインディーズ精神というか、はい、うん、これが合ってるなと改めて気づいた本でもあったという、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ純さんが自由に書いた本ということなので、ファンの方ぜひぜひ読んでみてください、 Amazon で、はい、はい、購入してみてください。ではですね、今月のゲストはタブレット純さんでした。ありがとうございました、はい、女装で出ていただいてありがとうございます。ちょっと、うん、どうしたんですか、ね、はい、まあ、でも結構本音で話すことが、はい、できたかった、ね、あ、嬉しいです、嬉しいです、はい、はい、ありがとうございました。東京ボーダーレス TV。